午前一時に、ボードレール、富永太郎役。やっと一人になれた。聞こえるものは、のろくさい疲れ切った辻場の響きばかり。しばらくは静寂が得られるのだ。暗息とはいかないまでも、暴虐を欲しいままにした人間の顔も、とうとう消え失せた。俺を悩ますものは、もう俺自身ばかりだ。 やっと俺にも闇に浸って疲れを休めることが許されたのだ。まず扉の鍵を二度回す。こうして鍵を回すと俺の孤独が増すようだ。現在この世から俺を隔てている城壁が固くなるようだ。恐ろしい生活だ。恐ろしい都会だ。今日一日にしたことを数え上げてみようか。五六人の分子にあった。その一人は俺に陸路を通って ロシアへ行けるだろうかと聞くんだ。あの男はきっとロシアを島だと思っていたに違いない。ある新聞の主筆を手ひどくやっつけた。あいつは言い訳をするたんびに、いちいち、何しろここは立派な人たちがやっているのですから、と言ったっけ。他の新聞はみんなならず者がやっているというつもりなのだ。二十人ばかりの人にお辞儀をした。そのうち十五人は知らない人だ。 同じくらいの割合でまんべんなく握手をした。それも手袋を買うときほども身を入れないで。にわか雨の間、暇つぶしに踊り子のところに上がり込んでいたら、ベニュストルの衣装図案を書いてくれと頼まれた。劇場の支配人のところへ敬意を表しに行ったら、俺に暇を出すと言い渡して、こんなことを言った。Z のところへ行ってみたらいいでしょう。 あの男はここの作者の中でも一番グズで、一番バカで、一番評判がいいんだから。あそこへ行ったらなんとかなるでしょう。まあ行ってごらんなさい。そしてまた会いましょう。俺はしたこともないお香を自慢して話した。なぜなんだろう。それでいて喜んでやった他の悪さは卑怯にも否定してしまった。見栄坊から出たはずだ。世間への気兼ねから出た罪だ。 ある友人にわけもない用事をしてやるのを拒んで、根っからくだらない男に推薦状を書いてあった。うふ、それもすっかりおしまいかい何人にも満足のできない、自分にも満足のできない俺は、夜の静寂と孤独の中で、すっかり自分の体になって、少しいい気になりたいのだ。俺の愛した奴らの魂よ。俺の歌った奴らの魂よ。俺を強くしてくれ。俺を支えてくれ。 偽りとこの世の正気とを俺から遠ざけてくれ、それからあなたは、ああ、主なる神様、私が一番劣等な人間でないことを、自分の軽蔑した人たちにも劣ったものでないことを、私自身に明かしするために、数変の良き詩を書くことを許されたまえ。